はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ヘレ社で行こうない、ライブ配信始めていこうと思います。今回はバスの整備をやりたいと思います。環状線を前回こういう風に作りまして、列車を走らせました。列車走ってるんですが、まあ駅はいいんですけど、ここリニアの駅なんですが、ことをつなぐバス路線を走らせたいと思います。それが今回の配信の目的となりますので、ぜひ、見てください。ちょっとグダグダになるかもしれませんが、お許しをということで、はい、今回の配信もツイッチで、お届けしております。ツイッチ、アカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。 Please Twitch My Account Follow and チャットコメント Please。 2日後の14日にこの動画のアーカイブを YouTube にプレミア公開でアップロードする予定です。そのプレミア公開する YouTube のチャンネルは Twitch のチャット欄に記載してます。ぜひアクセスの上、チャンネル登録、動画の高評価、そしてぜひ他の動画の視聴もお願いします。 YouTube ライブ、This ライブ、 YouTube My チャンネル Up Two Days Afterまあ、YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧 Twitter である X のアカウントも用意しております。ぜひアカウントのフォローおよび、ツイートのいいね、リツイートお願いします。マイツイッターアカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。ではですね、始めていこうと思いますが、まずは90番91番がこの北京車庫から、この新駅を結ぶバスになってますが、まあ、今まではここで90番91番も折り返しておりましたが、ここでは折り返さずに、この先のこの北京駅南口まで、まあわずかの一つバス停分ですが延長したいと思います。そちらのダイヤ改正を行いたいと思います。ちなみに運行表で90番91番は2つですね、まだ北京車庫となっておりましたが、どこだ、北京駅南口ですね。こちらに、変更した、バス停を変更したいと思います。さあ、戻ってきましたら、ちょっとダイヤの再編成を行いたいと思いますが、
まあ、基本的にはまあ、90番91番とも直進に変更です。折り返しじゃなくてね。ダイヤ、スタートはそのままにしようかな。6時半5時半の6時5分か。まあこれはこのままにしたいと思います。つまり本数はそれだけ減るってことになりますね。まあ、もう一本は増発してもいいかもしれないですね。3時間北京駅南口か。新駅引き返線前ってどこだ？新駅引き返線前ってここか。ここじゃない。ここかな？ここじゃもうない。これだな。ここをこう回るルートになるってことか。まあ、90、91ともこの左曲がって左に行ってっていうのは変わらないですね。90、91とも10分停車で折り返しは変わらないからな。あと、そうですね、ダイヤの修正を行いまして、こんな感じかな。まあたったこれだけの延長ですが、ここをこうぐるっと回るような構成になるってことですね。新駅あ、これね、まずは
91番は、ここ撤去して、配置して、91はもう直接逆かな。まあまあいいや。91が6時5分か。で、90番出発の時間同じにするんで、90番が90番が5時半91番が6時5分といたします。ここでバスの これ以上はでかくならない。90番の方を追跡してみるか。これで多分両方を見ることはできるんじゃないかな。動き出した。90番はこっちの方に向かいます。
さあ到着ですね。5時55分か。ってことは6時5分ぐらい出そうです。6時5分ってちょうど多分こっちの91番もちょうどほぼ同時発ですね。左曲がってきた。え、何時だ？え、6時17分。え、どこだっけ？工場前か。ね。いや。何分停車っけこれ。まだ出発しない。6時半発ですね。6時半に出て新駅に直通します。90番は。一方91番は新駅引き上げ線前に向かってますが、これが新駅引き上げ線前のバス停。じゃあ多分ないですよね。これですね、新駅引き上げ線前はまだ2ついります。さあ90番のバスは新駅に向かってます。一方右上にあるヘリが止まってる。ヘリが出ていきます。このヘリは何の効果があるんでしょうか。よくわからん。次のバス停ですね。さあ曲がった。ここですね。91番は7時6分かな。ちょっと追跡解除して、本当にこの場所があれか見てみよう。ここですね。3分停車か。
8時9分発だよな。さあ、まもなく新駅に90番のバスは到着です。7時20分かな。お、すれ違いましたね。これ90番のバスは5分か。つまり7時25分。91番のバスも5分停車なんでしょうね。じゃあ続きいきましょう。環状線ですね。もう着きましたね。7時53分かな。7時53分の58分か。そしてこっちの折り返し線バス停に向かっていきます。8時6分8時10分か。まもなく到着。8時47分ですね。8時50分か。ヘリが止まってますね。
ちらが9時25分か。北京車庫に到着です。8時40分8時、9時か。45分。3時間45分。9時半から9時45分だから4時間15分か。まあだいたい30分から1時間ぐらい余計にかかっているってことですね。運行回数としてはこれは4時間15分だから15時間半だと4時間4往復ですね。3時間45分4往復すると15時間、5往復目か。5往復じゃないな、 4.5?11時5分4往復ぐらいだよな。なんで感じで
往復数は減るよな。まあ、およそ4往復とお考えください。まあ、5往復ぐらいできてたんですが、やっぱりバスの延長をすることでちょっと減りましたね。でかいな、この劇場。びっくり。な感じですね。基本に劇場が用意されます。ここもでも用意しときましょう。はい、ということでちょっとバスを1本つけましたんで、次どうするか、ここですよね。この環状新駅とか、西新駅南口、ここを結ぶバスを新設しないといけません。なるほど。つまりここからこの新駅から西新駅南口、こっちからこう結んで、それぞれ左右に走るようなバスを作ってやらないとダメですね。
で、これどこだ？この辺かな？で、こっちがあってこっち曲がって環状西新駅があってまあリニアの駅までつなげるようなルートを使うってことかな。どこの駅？駅名が書いてない。環状西新だろう？北京だろう？北京だか天津だな。だからバス停だ。ここを、バス停を作らないとダメだ。文字がちっちゃいよな。まあいいや。まずはちょっと南側のバスの延長をやりましょう。感じかな。93と94番だよな。
90番台ということで、こっちの、あの回るに対してここをぐるっと回るルートってことになります。まあ、1本は増やしたいですよね、こことここの間の直行便をね。でこっち経由する便はそんな多くなくていいんですよね。直行便を増やしたい。そこで、95番直行便を1本増やしてやることにします。もう95番ですね。で当然、新駅引き換え線はいらない。新駅をそのまま折り返すだけ。で何時から出発させるかですね、ポイントは。まあ6時半かな、直行便なんで。でも22時までは、超短距離なんで22時までは運行することにしましょう。まあ本数も多いんで、17時か。
22時を超えたらここに置いて準備をしましょう。うん、オッケー。90番これをコピーして、これを貼り付けて、9時45分かな。9時45分の22時10分までか。配置して、全部直進ですね、乗り降りで。でこっちは95番は直進で、直進ですね。31分か。両方とも直進。これなんだっけ？北口か。折り返しはないんだよな。95はですね、右折か。で95のここ ここが左折か。
65は左折、こちら左折直進じゃなくて右折、95は左折か。95ダイヤウィザード、どこにあるんだ。着きましたね。で、95番を6時40分に。そうですね。で、工場前から続行かな。で、ここで何分かな、7時32分7時37分じゃないかな。さあ、着きました。8時18分かな。
8時18分の8時23分ですね。もうなんか詰まってるな。速攻運転になってますバスが。あんまり良くないですね。あ、なんか3本団子状運転になっちゃってる感じがする。9時50分か。ん？あ、間違えた。折り返しです、ここは。つまり10時39分からか。
持ってましたね。左。さあ、11時過ぎましたね。11時4分。11時4分の11時10分か。4時間半かかってる。車窓見てみましょう。しばらく車窓をお送りします。3.5往復かな。まあ単純な往復で言うと 8.5 の12往復分あるってことなんで、この バスの往復としては十分なんじゃないですかね。でもとりあえず ここはすごい本数はあるな。お、なんかすごい立ってる高層マンションが。あ、できましたね、この超高層ビルは。ただ利益がな、もっと上がらないとな、美味しくないんですよね。2割は利益率あらりで上がってくれないといけない。
まず車窓を見ながら次のちょっと段階をやっていきましょう。こっちじゃない、こっちか。この環状西新駅をバスターミナルにするか。93、94は左回りなんで、左回りって逆方向だから93、94はここで折り返しだな。で、93は右折だ。で、94は直進ですね。これは
で、93、94とも左折ですね、ここは。94。ここは違うだけっていうところですよね、右折で。5時半かな。こちらも6時だな。5時40分ぐらいかな。まあこれは全車に適用かな。10分停車にしとこう。
で、93は左回りなんで、左回りって逆時計回りだよな。こうなりますね。6時発ってことですね。こんな感じかな。今6時ぐらいだよな。6時36分。
止まった、ストップ一旦解除。そうですね、着いたのが7時18分。ああ、合ってんのか。なんかねえ、で左折。で、まっすぐ。9時32分。45分だよな。時間45分。
94番だよな、ゴジよ。とりあえず5時40分前待ちってことで、出ましたね。右で合ってる。6時18分の6時21分。で、左折で合ってるはずやね。7時17分だ。7時27分かな。3本入ってきたね。ちょっとラッシュ時混雑気味っていう感じです。8時45分。8時48分の8時53分かな。でもね、基本的にバスが14分、3時間45分ですね。こちらも車窓をお楽しみください。結局3時間45分は変わらず、本数の 4.5 本も変わらずなんで、まあ新駅を出る、新駅や西新駅を出て、環状西新駅を出て新駅向かう本数は9往復ですね。結構あるかも。まあ今通っている道の片道は 4.5 往復ってことで、まあ本数としては悪くないですよね。
ということで、主にですね、南側と、まあ、新北京間の縦断バスを中心に行っていきましたね。この南側、北側はね、もっと少ないんですよね。少なく していいと思うんですけど、南側はまあこの辺の範囲の中を環状で回りたいとこですよね。はい、ということで、まあ、新駅あたりはたくさん、まあ、バスが走るってことにはなりますよね。ちょっと多すぎるぐらいかもしれないよな。まあでもまあいいでしょう。このように高速バスも通ってますからね。路線バスを大量に新駅を中心に停車するということで、まあ経営状況はちょっと心配ですよね。全然あの私鉄の列車がないよ。ぶつかりまくってる。
はもう太陽に走ってますよね。はい、なんとか落ち着いた感じですね。
混雑状況も今回はバス編ということで、この副都心の、バス路線を中心にいくつか、路線の3路線の新設と、2路線の区間延長を、行いました。かなりこの、バスターミナルが混雑してしまったかと思いますが、まあ、密度は上がったんじゃないかなと思います。で、次回はそこから外れたこのバスターミナルの北側のバス、この辺とか、まあ、ここも含みますね。ここもそうだし、まあ、バスターミナルここもあるのかな。こちらを、中心にやっていきたいと思います。ぜひ、次回ご期待ください。はい、ということで、今回の配信はX、つまり今回の配信はツイッチで、配信をいたしました。ツイッチぜひアカウントのフォロー、チャットコメントなどよろしくお願いいたします。プリーズマイツイッチ、ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、この動画のアーカイブは2日後、YouTube の私のチャンネルにプレミア公開ということ形で21時、つまり14日の21時に上げさせていただきます。ぜひご覧ください。YouTube の視聴およびチャンネル登録、高評価お願いいたします。 My YouTube This Live アーカイブアップロード2 days after My YouTube チャンネルサブスクライブ
サブスクライブド&ムービーグッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントフォローもぜひお願いいたします。ライブウォッチおよび、ツイートのウォッチおよびリツイートいいねお願いします。ツイッター X プリーズマイアカウントビジマイツイ、X アカウントフォロー&ツイート、グッドボタン&リツイートプリーズ。ということで、A 列車で行こうない、ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。